リカンフットボールゲームではなくて、言ってみればタイブレイクシステムのアメリカンフットボールゲームをお楽しみいただくことになります。どういうことエキストラバックで44番渡辺拓也、タイトエンドがエキストラブロッカーになって30番田辺亮の1ヤードのラッシングタッチダウン成功であります。